どうもこんにちは、バーリーフの店長です。やってきました。はい、やってきましたね。はい、これから YouTube 上げていきますっていう宣言をですね、したんですけど、その前にお前誰やねんっていう感じになってると思うんで、ちょっと改めてですね、僕の自己紹介をしたいと思います。ありがとうございます。さらっと自己紹介の方していきます。僕の名前知ってますかね。結構周りから店長店長って、まあ、言われるんですけど、あのバーの人っていうの言われるんですけど、そもそも下の名前分かるのかなっていうところからなんですけど、名前は慎吾って言います。よろしくお願いします。で、生年月日、お前いくつやねんっていう思うと思うんですけど、1992年、平成4年ですね、平成4年の11月2日生まれです。の29歳です。わお、30です。はい、趣味は野球です。まあ、何人かお客さんでもう僕の試合を見に来てくれた人が何人かいるんですけど、一応野球やっております。ぜひ、まあ、AAA に興味ある人はもちろん、野球好きの人も、これから野球に興味持ちたいよっていう人も、まあ、そういう話できればなっていうふうに思います。はい、で、まあ、さっき言ったんですけど、呼び名、皆さんからなんて呼ばれてるかっていうのはですね、まあ、周りから店長だったり店長さんだったり、中にはもう名前で慎吾さんっていう人もいるんで、まあ、お好きな呼び方で呼んでください。で、次ですね、次は前職、そもそもこのバーする前は何やってたんだよお前っていう気になる方がいると思うんですけど、以前はですね、社員としてやってました。しかも2回転職してですね、2回会社員を経験しております。で、一番最初にしてた仕事が、実はこう見えて電車の整備士をしておりました。ウォー、まあ、電車のお医者さんって言ったらいいんですかね。なんでちょっと電車にはちょっと詳しいですね。はい、電車に興味ある方、喋りましょう。電車の整備士として、まあ、7年8年ぐらいですかね、勤めて、そっから次の前職、その次の次の転職した先が、ホンダとかトヨタとかっていう工場、分かりますかね。で、車があってですね、こう運んでる、これあると思うんですけど、運んでる設備のメーカーさんとして、まあ、1年ちょいぐらいですかね、働いてました。で、まあ、その2つの経験を経ての今のバーって感じですね。もう全く関係ないですよね。もう工業系の仕事して急にバーっていうか、もう接客業ですからね。今まで接客業とかほぼほぼしたことなかったんで。ちなみにアルバイトを何してたかと言いますと、学生時代に、まあ、僕の地元でもある三重県の鈴鹿市というところなんですけど、まあ、鈴鹿といえば、鈴鹿サーキットということで働いていました。わお。で、鈴鹿サーキットでは何をしてたかと言いますと、プールの監視員で、ゲートで、ファーストフード、レストラン、遊園地、まあ、ほぼほぼ全部やってました。次は好きな食べ物、好きな食べ物、何が好きそうですか。好きな食べ物は肉と寿司です。肉と寿司です。はい、みんな好きですよね。はい、肉と寿司大好きです。で、その次に、まあ、これ気になるかわかんないんですけど、まあ、好きな女性のタイプはということで、一応
興味ない方もいると思うんですけど、答えさせていただきます。好きなタイプはですね、まあ好きになった人がタイプですね。わーおっていうのはさておき、好きなタイプ、好きなタイプはですね、一緒にいて、まあ、落ち着く人ですかね。はい、一緒にいて落ち着く人、一緒にいて楽しい人ですね。まあ、好きな芸能人の女優のタイプは僕、荒木優子が僕大好きで、で僕日誌の中で一番好きな曲はちょっとトリコなんですよね。なんで一番僕の推しと一番好きな女優がそこでもう共演してるってことで、トリコが大好きな曲なんですよね。石井と荒木優子がこうトリコの PV でベッドの上でこうイチャイチャするじゃないですけど、そういうシーンがあってですね、まあ僕としてはもうたまらないですね。ちょっとたまらないですで、まあ、先ほど西井 の好きな曲は言ったんですけど、まあ、トリプル A で一番好きな曲がビューインフィニティです。でビューインフィニティが好きで、そのままお店の名前にしちゃったっていう感じですね。はい。で最後に、まあ、これからの抱負はっていうことで、これからの抱負ですね、まあこのお店をまあ大きくしていきたいということですね。まあ商売繁盛で、まあいろんなご縁がいることを信じて、まあ、やってるんですけど、まあそのためにはみんなに知ってもらわないといけないってことで、YouTube、TikTok、インスタ、まあ、この3つを主に頑張っていこうと思っております。目標としている数字がまあそれぞれありまして、まあ、この YouTube ですね。 YouTube は、チャンネル登録、まあ、今年中ですね、今年1000人目指して頑張っていこうと思っております。で TikTok、インスタ、まあ、それぞれ今年中に5000人を目指して頑張っていこうと思います。で、まあ、この商売繁盛のために、まあ、お店を大きくするってために、まあ、その SNS 頑張るっていうのもそうなんですけど、まあ、SNS を広めることによって、まあ、いろんな人に認知してもらって、さらにはAAA のメンバーに知ってもらえるようにですね、耳に届くように、認めてもらえるように頑張ろうかなっていうふうに思っております。全然こういうふうに動画撮るのもめちゃくちゃ不慣れで、右も左もわからないっていう状態で撮ってるんですけど、まあ、こうやってやるうちに覚えていくじゃないですけど、慣れていって徐々にこういう動画の質とかも高めていけたらなっていうふうに思っております。なんでこれからも応援の方よろしくお願いします。以上、リルバーの店長からでした。バイバイ。